え皆さん、こんばんはということでね。え、オウムの事件がね、終わったかと思ったらね、え、今度次はこの事件です。この事件はですね、横浜市神奈川区大口病院、え、現在は横浜はじめ病院で、2016年9月、入院患者西川創造さんと山木信夫さんともに当時88歳。 88歳ですよ。H、H になりますね。ハイル・ヒットラーですね。これが2人、えー。88歳が中毒死した事件で西川さんを殺害したとして逮捕された元看護師、久保木あゆみ容疑者。久保木あゆみ容疑者、31歳が山木さんの殺害についても認めていることが 捜査関係者への取材で判明したと。神奈川県警は9日、久保木容疑者を西川さんに対する殺人容疑で横浜地検に送検したと。えこの事件ですね、えー。久保木容疑者が任意の事情聴取で消毒液を投与した動機について勤務中に 患者が亡くなって家族に説明するのが面倒で苦手だった。勤務の前に消毒液を投与した。という趣旨の説明をしていることも判明したと。点、まあ、的にね、えー、消毒液海面化性剤なんかね、入れて、あのー、殺害したという話なんですけども、ね、こういう異常な事件、こういう異様な事件はですね、えー 大体、やらせが多いんですね。それで、まずね、えー、名前を調べましょう。ね、名前を調べればね、すぐわかります、ね。名前。この、久保木歩あゆみですね。久保木歩あゆみ。えー、これを調べましょうね。年は31歳です。33ではありませんけども、この、久保木歩あゆみという名前を調べると、わかります。 えね、名前を調べると一発で、えー、やらせかやらせでないかっていうのがわかります。ね、見てください。久保き歩み。ね。33です。カルディアンです。ね、カルディアンで、えー、33が出てます。ね。22バールス、コンソナント、11。ね。これで、 33が出てます。ね。やらせということです。久保木あゆみ。ね。こういう異常な事件ね。えー、簡単にわかります。計算機使えばね。皆さんもね、ぜひダウンロードしてね、調べてください。簡単にわかります。こういうやらせということがね。